江東区が少しでも良くなれば、日本全体が少しでも良くなればと願う区民の皆様と共に戦う、そんな区長選です。江東区政を区民の手に取り戻すをスローガンに掲げる三戸彩さん34歳。地域政党自由を守る会から推薦を受けています。三戸さんは江東区議を2期務め、前回の区議選ではトップ当選しました。税金の無駄遣いをなくしていくっていうところを、いかに区民の皆様に分かりやすくお伝えするか。区議時代、議員の交通費を見直し、年間およそ550万円の支出削減を実現させました。三戸さんは財源の見直しを行って福祉などを拡充させ、区民目線の区政を実現すると主張しています。やはり江東区の今まで行ってきた事業ですとか政策っていうのが、どうしても特定の事業者ありきですとか、身内の団体にお金を渡すっていうところに重きを置いたような政策が非常に多かったので、そういったものをやはり一掃する。区民の声を直接聞き、政党に縛られないしがらみのない政治を目指すと訴えます。区民の皆様の中に答えがある政策があるというふうに感じておりまして、これは区議会議員時代からなんですけれども、決して大きな選挙会に乗って高いところから政策を主張するというよりかは、全く区民の皆様とやっぱり同じ目線に立ってお話をする、その中で解決策を聞いていく、導いていく。